ブランド名ルジェのルジェグリーンアップルっていうあのリキュールね、これグリーンアップルの、まあ、リキュールだったらどれでもいいかなを、ワンカップ、このあるでしょ、これオンスグラスっていうんだけど、これを大きい方をね、注いいっぱいに注いでもらって、この後にソーダアップ、ソーダアップってソーダで割るっていう意味ね。で、マドラーでクールクルしたらほぼ完成。作れちゃう、それがゴイラーズキッチンですわ。誰ですか、誰ですか、日替わり58号ですよ。はい、次、お次はアラウトザゴーヤー、これはちょっとね、あのシェイカー振らないといけないからちょっとだけ難しいけど、シェイカーさえあれば誰でも簡単に作れちゃうや。シェイカーある家ってなかなかないだろう。え、あ、そうかそうか、シェイカー持ってる人、おお、さすが前田さんはできるよ、ね、はい、じゃあ、これジン、ジンはどのブランドでもいい、ジンってね、結構いろんなあのブランドがあっちゃったりとかして、このね、イギリスのブランドとかあのスパイアとかね、有名なところで行くといろんな味があるから、自分好みのジンを使ってほしいな。自分好みのジンって、それを言えた人がすごいよね。私、ボンベイソワイが好きとかね。あ、大人だね。ね、大人大人。で、次が、これ。これもまた、ルジェのミントグリーンっていうリキュールね。これよくね、使う。バーとかでよく置いてるかな。グラスホッパーとか作ったりとかね。こんなお酒も使うよ。で、お次は。はい、これ。はい、これ。早すぎる、早すぎる。これね、パインジュース。で、100パーのパインジュース、これで、割ってからシェイクします。ゴヤ先生、シェイクするの？あ、する、ジャンプスポーン、すごいな、異空間でシェイカー風ね、似顔に58号おおおお新しい、新しいな、フラシーも中で何か作って出すよね、クッキー完成。じゃあマサルさんお願い、ね、マサルさんにバカお願いして、先生何もしないけどただ単にね、スイカ振っただけ、何がすごいよ、ね、もう一回説明して、はい、右が、はい、これ5ヤップル、5ヤップル、うん、今日飲めるのそれ、飲めます。ちなみにおいくら、700円、お安いね。で、アラウンドザゴーザ、ゴーザ、ゴーザって何やねん、ゴーヤが、800円、おー、